い。はい、ということで帰っていきましょう。お前最後の最後に一番しっくりくるフレーズ言うんじゃねえよ。俺帰っていいかな。ごめんなさいごめんなさい。俺もう走りに行っていいかな。いや、いや僕らあれですから、こういう I'm sorry ヒゲ sorry ヒゲ sorry ヒゲ sorry やめろお前そういうこと言うの。レク受かだけ報酬ゼロで。僕もいい加減なんですけどね。いい加減なんだ。いい加減なんですけど。あ、あ、でもね。いや、アイムソーリーはもうヒゲソーリーでしょ。次は。ヒゲソーリー、ね。なんでレイ君さ、そんなハランドがあたり血まみれなわけ今一瞬私の画面で見えたけど、めっちゃ血まみれじゃなかった。何があったらそっち殴られたもうて。すごい血まみれ。殴られ方じゃねえだろ。お前ら揃いも揃ってどうしたなんで君らそんな血まみれなわけ？オーケーオーケー、シャーブル、ゲラメイゲラメイとか言いながら、こうなりました。俺らむしろ全然血なんてついてねえのに。ソーリー、なんかどうやったら、クロピオさんみたいにポジティブになれますかっていう。ポジティブ？私ポジティブかな。少なくとも現状ポジティブだと思われてるみたいです、うん、なるほど。結局質問答えてくれなかった。ポジティブ。まあなんか なせばなるみたいな。でもなんだかんだそれ深いかも。その考え方がもうポジティブだと思います。別になんか失敗しても別にいいじゃんみたいな感じで。皆さんの質問に関してはラブレッツ書いたことないから多分全員何とも言えない気がする。まあ、あの相手にもよるんでしょうね。うん、そうだね。ものすごくものすごい大量の絵描いてこう愛を示すのか、あの少ない一言二言でも通じるのか。Excuse me, my bro. I am volunteer.I am volunteer. What are you thinking, right? で、これ誰がどの役割に行くよ。 Sorry. 5%、hey. More,、okay? more please. Hey. フルスイングのような考え方だな。 10%、ね、ラブレターの質問を答えてくれた。 Little up, please. 相手に言いたいことを書く。欲しがるな。欲しがるな。いいよ、気にしなくて、特に。このやりとりがしたかっただけだから。気にしなくていいな。やっぱゼロしかねえ。それはちょっと困るな。ゼロは嫌だ。せめて5とかにしてよ、じゃあ。じゃあ5、5で。なんか一人だけなんか、ラブレターについてちょっと言ってるけども、申し訳ない。あ、いえ。ごめんなさい、本当に。知らないっす。まあ、で、結局のところ誰がどの役割行くかよ。それなんですよ、はい、ね、基本的に囚人と刑務官はドンパチするの前提で動いてて、多分こうしないと早々に死ぬんですよ。いやでも俺ああどうむしろ俺刑務官の方がいいんじゃね。ただあれですよ、あの僕ああまあいいか、絵面に関しては気にしなくていいですか。じゃあ強い人になれるように頑張ります。僕は囚人でいいじゃん。あ、じゃあ僕囚人やります。そしたらなんで囚人が4人もいんだよ。おかしいだろ。3人もいんだよ。おかしいだろ。となると、残りのパイロットと破壊担当どうすかだよね。こういうことですか。じゃあ、あれですか、僕と黒ひろこさんでちょっとやってみましょうか。あの、囚人と、刑務官と囚人。刑務官。なんか、いけるか、結構きついぞ。いや、でも特に黒ひろこさんなんて初めて刑務官やるわけですから。まあ、なんか初めて、このなんかこう、強盗やるわけですから。やっぱりできるだけ美味しい位置やった方が。なるほど。じゃあそうする？うん、とりあえずやってみましょう。私破壊担当で行こうか。はい、私はオッケー。パイロット暇だな。そうなんだよ。パイロットこれ暇なんだよね。一番の暇だなパイロット。うん、すごい。なんかし、俺は15番のまんまか暇みたいな。お、いらないですか？欲しいですかそれと。あ、いや別にいいよ。とりあえずさっきのラブレターについて視聴者の皆さんは、ラブレターなんか自分の気持ちをぶつければいいんすよ。ごまかしとかお世辞とかそういうのは女性わかりますからねと。
うん、ドストレートの方が相手に聞くみたいなことを聞いたことあるけど。好きですみたいな、はっきり言った方がいいんだ、こういうのって。65%わうん、なるほどね。まあ、オーラさん、15%ももらえてるんだからいいじゃないですか。い5%のやつ、や、別にいらいまねえんし。だけあ、いらないですね。ど。あ、別いにいいんらだないけし。ど。あ、いらいない。らないよ。だからその分を2人で回してくれればいいし。じゃあ僕10でいいです5%よ、そしだたら。から。10でいい。でいい。10でいいや。イカさん絶対 あの人私の信順の頼しない。そういうやつには渡さ15%ねえ。そういうやつには渡さねまあまあ、じゃあこれでいきましょうか、そしたら。10がいいですと言わないといね。や、いや、手じゃないから。10でいいです。10でじゃない50でしょ。でいいの。増やしてもらえるんだから10がいいですっていう、小言う原べきさでん、しょ、どうそんもな。あ、そうタか、テそうに積むのは黒皆さんじゃ逆なにくて5%いすらみないさわ、ん。俺。ストレートにカ逆クにカクされ5%てもいわらかないらわ。ない。女性もいるのでこ気のをつ余っけたてやくつだどうさすいのね、よ。小原。10でいい2あ、そう倍。すんのね。うん、それでいいと思います。はい。あ、いいのか、ホムラさん。いいんすか。お、いいよ、別に。だって300万余って、まあ、あるんだもん、私。どうせ。すごい了解なぁ。です。金持ちで、か。これでどうすればいいんだ。あとは僕は続行を押すだけです。ああ、なるほど。うん。我々は準備完了すげ。了解。これでじゃあいいで全員すこれね。でいいね。レイ君パイロット、ウカ君囚人、黒木さん警務官で、俺が破壊担当。ああ、俺、そうか、今、囚人役か。囚人、本当だ結構、な、囚人結構大変だけど、別2に万別5千円に。だから。頑張る別もん。に。隣にいる刑務官はその10万プラスだから。さえ、刑務官ってあ、そんな格行好なくの？か。俺、どうすっかな。囚人でも、が囚ビシ人ャンしテでていいる。や。囚人の服装です。で、刑い務やー、官のまた服装ビしてシるんャンですテよ。じゃダメだ。おのおのまた、が。やばい。いや、青怪久し我ぶしたりけに。ど。さあ、エースパイロット風に行きます。じゃあ私、全ドーナ本使当うだ。か、久しぶりに。よっしゃ。しゃあ。じゃあちょっと僕、囚人役やるんで、しっかりちょっとじゃあ、黒ひょうがさ囚ん、人が刑務一官役番お願やいしらまかすわ。そう。刑務官らしくねえ、刑務官だな。ごつい刑務官、刑務官軍人嫌だ気な、あれ。質の刑務官いるな。元軍、あの軍人上がり、軍人上がり。軍ああ、人上がりの刑務な じゃあるほどもう、ね。こっからは全員、行動がバラバラなんで、各自自分の車で行くんで、囚人はアウトです了解。ね。頼てみか、じゃあ私ます。先行きまーす。どういう動画ですか？みんなで、グラセフを、強盗ミッションをやるゲームです。手から車貸そうか。あ、大丈夫、大丈夫、あるから。ひとまず。あ、じゃあ借りようかな。遠いから、ほら、砂漠まで行かないとでしょ。すまないね。だったら私を全い部かがで貸すせか？ばいいか多分我々同じなんで、行く方向は。な。じゃあ、ご招待のご夫婦で。はい、同じです。ウカご招君待、さっとクロき、チオさん、今、ごまあ、招待噛んだ位置的けど。には同じ。なるほど。役割が若干違うってなるよ要は、ご奏者で、ご招待行ったな、今。黒ごひょうが招さん待。が僕を移送するんですよ。ほう。で、その刑務所の中に。さっき盗んだご奏者で、囚人を、まあ、ウカ君が囚人で、ひよこさん刑務官で、囚人を移送してるふりをして、刑務所内に忍び込むんです。で、捕まってる人を助け出すっていう。私は本来その場に行くはずの護送車を奪って破壊してっていう感じだね。そうかそうか、辻褄が合わないんですもんね。だってそしたら輸送票に。そうすると、ウカ君たちの乗ってる護送車がその時間に来るやつだと勘違いされるわけだから。で、中に潜入した我々が、さっきちょくちょく出てた博士というか、まあ、マッドサイエンティストを助けに行くと。そうハゲね。のジジイを助けると。で、こちら黒狐、ターゲットの護送車発見。じゃあ、受け行き。るよ。あ、待って。危ない。あ、はい、オッ大丈夫ケー。ですか。です。はい、こっち護送車盗んだからもう行ってもいけるよ。こ落ちちらまレイ、す。間もなく空港に楽到着しんしでまください。繰り返す。楽ししんんでくでださい。あされでございます。また遊びに来てくださいね。い。怖い。ちょっと怖い。やめて。大丈夫です。立てにすぐ戻ります。いや、俺結構安全運転の方なんですけど、今回ばかりはさすがに。怖い。危ない。こっちだった。ああ、こっち合ってるわ。あれ、どっち、まあ、どっちもいい待や。ってよ。待っ
ってるのに、はい、ということで、こちらレイ ベラムに到着しましたので、厄介。コメントで大丈夫博士を助けに行く、ちょっとなんかこうしっくりくるんだけど科学に犠牲違う、科学の進歩に犠牲はつきものです、やっぱりそのセリフだよな。ウカさんがしてるのは運善なんてんですね。ここからはあの割と全員ガチでいきましょう、じゃないとマジで失敗すると面倒なんで。ウカさんがしているのは運転安全、ん、運善安全ですね。そ、何そのちょっとなんか遠も殺しみたいな。さ、やっていこう誰も返しがなかったからってもう自分で処理しようと思いましたわ。怖い怖い怖い失礼な、このが一番怖い、めちゃくちゃ安全な運転してるじゃないですか、さっきから怖い。いや、蛇行運転どこが安全ですかもう蛇行運転してる時点でダメだわ、それ安全運転のかけらもないわ。あーやべ、アクロバティック飛行をしたくなる、暇すぎてアクロバティックしたい衝動に駆られてしまう。あれ、レイ君もしかしてもう空港近く、こっちの飛行場近く来てんの？いや、もういや、まだですけど、この道中のビルとの合間をすり抜けたいな。ビルの合間をすり抜けたいな、ガンダム。おい、何も言ってないじゃん。アクロバット停車。こちら黒きつね、もうちょいでサンディ海岸飛行場を。はい。こちら到着次第バスこの護送車は破壊する。潜入チームなく。安全とは哲学。それじゃあ僕を中へ連れてってください。刑務所まで。潜入チームは護送車に到着。はい、到着しました。今から行きます。はい。ということで、エアレイダーは今山を。あのクロベさん、とりあえず物破壊したりだとかぶつかったりだとはしないようにお願いしますね。それでもバレたりするんで。わかりました。大丈夫です。遅くていいんで安全運転。そうっすね。怖い。全然。なんか俺が心配するのもお門違いな気がしてならない。まもなく飛行場に到着しまーす。オッケー、こっちは。ラセフに見ました。あ、揺れる。頑張ってください。着陸しちゃいけないんだな。そう、着陸しちゃダメ。で、こっちは今ちょうど。どうしましょう、湖ら辺をぐるぐるしてればいいですか。そうね、とりあえずその辺りうろうろしてて。じゃあ我々は今からあれですよ、もう刑務官と囚人ですから。止まって、はい、ゆっくり行きましょう。で、次行ったらちょっと止めてください。多分そっち戦闘機行ったから気をつけてね。あ、行っちゃった。そのなんだろう、中入ったら一度、はい、中の人が話しかけてくるんで。停車で、はい、OK です。さあ、中の刑務官が話しかけてきます。で、さりげ戦闘機の背後取るっていう。で、もう、はい、行っちゃっていいんですか。あ、来た。あ、はい、開けてくれるんですよね。そうそう、 OK です、はい、行っちゃってください、ゆっくり。はいごめんなさい。おお、どうした戦闘機。はい、こっちバザーと取ったよ。旅客機に背後取られて、どうした。エンジン音すら聞こえない、すごく綺麗な運転なんだけども。ザザル警備。まあまあしょうがないよ。OK です。この辺行こうかな。はい、レイ君今どこにいるの。ああ、OK、じゃあちょっと僕を輸送してください。背後取ってるんで絶対に撃たれないところに。なにそのカラフルな銃を。ほらやめて、やめてくださいよ監視さん。くそ、はい、じゃあ行きましょう。戦闘機ないように足が速い。追いつけねえ。よし、やっべ、ちょっと離されてきた。やべ、ゆっくり。当たってんだかわかんねえ。大村さん来た。ただね、さすがレーザーだから、確か言いようがない。あ、速い。
あ、ちょっと待ってくださいね、これ。ここ先行かないといけないんですよね。だあいつやんないと。だもうしょうがない、やる。届くか。おっしゃ、行きましょう、行きましょう。なるほど。さあ、急いでラシコフスキーのところまで。ここだ。着弾を確認。着弾を確認。あ、登るのね。はい、登りましょう。やりましたね。オッケー。頑張りましょう。まだ出てくるから、とりあえず、このまま行こう。僕はハンドガンしか持ってないんで、ちょっと主戦力はそして、おっと、なんだと、まず、あ、違う、こっちじゃないか。こっちだ。え、こっちだ、こっちだ。あ、やばい。おい、大丈夫か、ユキ、わかってるか。大丈夫です。今思い出しました。あれ、どこだっけ、大丈夫かな。思い出しちゃってる。どこだっけ、あ、あっちだ、あっちだ、あっちだ。よし、急いで。こっから結構敵を、ちょっと気をつけましょう。あー、見えさ。じゃあ援護お願いします。援護、まあ普通に撃っててください。あ、あ、ごめん。あーっと、あ、ごめんなさい。あ、まあどうもない、しょうがない、しょうがない。しょうがない、しょうがない。なんで、そう、このベラムにミサイルが、ミサイルがついていれば。メッセージどうやって来るんだっけ。所持品か、所持品スナックで。オッケー、回復、よし。じゃあちょっと私に行ってきます。ウカさんかラシコフス、初めて見直した、初めて見、失礼な。ラシコフスキー、おい、使え、俺の銃、ほら、早く。この後私ちょっとポカンとした顔を見せます。ご覧ください。ふんぶんぶん、おぶねえ。なんで味方からミサイル撃たれなきゃならんない。いや、しょうがねえ。ロックオンしたらそっち取っちゃったんだもん、しょうがない。いや、俺もマジで一瞬ヒヤッとしたよ。あ、やべ、隠れて隠れて。僕のベラムの右翼をかすめてやったんですけど。あぶねえ。いやー、これで、いやー、今のはマジで下手したら俺が壊れるパターンでした。赤いやつや、赤いやつや、弾なくなっちゃった。マジで痩せた。あれ次どこだ、ん、どこだ、いた。ただベラムに追いつくまであいつの足速いからな。やば、アップで死んだかと思った。今マジで死んだと思った。あぶねえ。おら、もう一回って。あんなとこに、やばい。うおー、なんだなんだなんだ。ごめん、刑務所の上に落ちたわ。落ちたって大丈夫なやつですか。戦闘機が刑務所の上、刑務所の上に戦闘機落ちたわ。シース。レイク、その辺あんま飛ばない方がいい。対空砲が飛んでくる。飛んできた。こんにちは。こんにちは。飛んできた。ヒヤッとした。ハンドガンの射程限界あるな。あー、死んだと思った。オッケー、もうあれは落ちたの。しぶてえな、あいつ。暗い。いや、これは行ったっしょ。強盗入れます、行きました。強盗入れます、ごめんなさい。強盗今4人でちょっとやっております。そもそもメンツこれで固定じゃね。うん、固定なん で, 固定なんでちょっとできないです、ごめんなさい。チャンネル登録しましたよ、ありがとうございます。よいしょ。チームウカレイズでメンツ固定なんで、よろしくお願いします。どうかご理解いただければ。次どこだ。政権チーム状況報告よろしく。現在ノーズあと3人となっております。まだ、建物内中部にいます。これから前進していくところ以上。了解。おお、どうも。ちょっとスナック上飛ばれたらさすがに射程が当たったわ。あれは言ったろ。さすがに
上がってます。なんで僕は民間機で戦闘機とこうドッグファイトして手に当たるんですかね。知らす知らねえよ。はい、ちょうどあの四角に隠れてて。ああなるほど、私はわかります。頭出すまで、じゃあちょっと少し前出ますね。そしたらちょ強引に、おら、おびき出す敵を。いた、落ちました。あ、いたいたいた、あれか、落ちました。いました、いました、あれです。なるほどなるほど、いて、そうそう、久しぶりだからちょっとつらいな。これ、ここ、レイ君そのコード維持でよろしく。いた、大丈夫ですか。見つけた、見つけました。 OK です。よし、一人やった。 OK、 敵機確認。もう一人、ファイヤー、いつも楽しみにしてます。うりゃ、 OK です。次いますけど、はい、うん、よし、飛んできた。まだ生きてんのかよ、まだ生きてんのかよ。あ、そうね。うかさん、エイム合わせるのうまいですね。エイムは偶然だった。続いて前方から。よし、初めてサムマシンが手に入った。だから大丈夫、アーマーとかつけてる？今拾いました、アーマー。オッケーオッケー。アーマー大事よ。了解っす。ゆっくり行きましょう。はい。で、今どの辺かわかんないけど、まずい、いるいるいる、装甲車みたいなのが、あ、危ない、よー、危ない、危ない、今危なかった。メイク、あんま近づかないのでミサイル飛んでくよ。はい、やばいと思ったら下がってください。はい、よっしゃ、一発当てた、落ちました。はい、続いて後方から。ちょっとこっちでやりますか。了解っす。おら、最後はやっぱり拳。あのね、フィフィが割と冗談、そういう冗談がね、言ってられる状況じゃない。拳なんかでやってたら確実にあの、いや、今僕が拳でやったんですよ、敵を一人。やべえ、来たってなったところ。やべ、ちょっとアイテム、所持品、スナック、急いで、飯を。スナックと体力回復するからラッキー。戦闘機確認。くらい。ちょっとそっち戻りますね、危ないんで。よしよし、でも何人かやった。しゃあ。俺らは抵抗するで、拳で。拳で。同時で撃つよりあれだな、ワン、ちょっとテンポ遅らせて2発目撃つか。ちょっと位置変わりま、ちょっと、よいしょ、挟み込もう。まだ前方からいきますね。あ、危な。よっ。と、あ、いたったったった。大丈夫、ゆっくりでいいから。はいはいはい、ゆっくりでいいからね、キムジ。じゃあ非常に安定してます。小村さん、あと2人か、1人、あ、1人、ナイスです、ナイスショット。あた、もう一発当てないと厳しいですね、これ。いくよ、ミサイル、おいよ、暗い、見えねえな。いたったったった、おんねえ、あ、なんか増えた、避けた、かわしましたね。やる、もう一発くらい。あ、見えます、大丈夫です。あ、ちょっとね、わかんないです、ここからどうだろう。着弾落ちましたね。おっと、とっとっと、あの戦闘機しぶてえな。そちらから狙えるのならばお願いします。綺麗にかわしましたね、さっき。増えた、増えてる。一発かわされると思わなかったな。了解、あー、見えた見えた、あんな遠くいんのか。あ、そっちも順調そうだね、今のところ。ゆっくり進んではいます。あそこだ、見えました見えました。あ、あいつか、これはいったろ。まだ後ろか、顔出したら撃てるんだけど、なくて、あと3人、ゆっくり、ちょっと、あ、来た、1人。ワンコ戦闘機ですね。こやろ、足を、よっしゃー、一人やった、オッケー。普通こんな戦闘機ポンポン飛ばしていいもんじゃねえんだけどな。対戦中のアメリカですかね、これ。
あ、いた、あれか。あ、見えました？一発当てたぞ。落ちた、落ちましたよ。はい、一人殺しました。オッケーです。よしよしよし、はい、あ、まだまだ増援が。ゆっくり行きましょう。あ、屋根に2人降りてきます。屋根、屋根、屋根、今降りました。降りたとこです。屋根から白とギャグか、白とギャグかましていくスタイルやめましょうよ。余裕っすね。お前、うん、そうじゃない、でもやってらんないっすよ。ギャグ言うのはいいですけど、満身ダメ絶対ですよ。あ、オッケーです。水飲みします。はい、ドボンしましたね。あ、ナイスショット。今度は山の方がいいな。軍事基地からか。もう家にいる虫のように敵が湧くな。こっち今空隊があと、そう、ね、2人。あ、当たんない、難しい。おら、手に組今場所どの辺まで来てる？もう上どうだろう。まああと少しで外へ出れるか出れないかぐらいですね、多分。外の一つ二つ前ぐらい、なんて言えばいいのかわかんないですけど。あ、一発。最初の中庭は徳の分出ました。よいしょ。当たんないのか、そこ。マジか。オッケー、一人やった。よし、ナイス。落ちました。オッケー、オッケー、ナイス。大丈夫？山だかな。湖から行きます。バカ、こんなとこで飯食ってたら死んじゃう、死んじゃう。ちょっとないっつ。もう本当に俺とレイクにいたちは本当ワンコそば状態だよ、これ。ワンコそばっすよ、マジで。ちょっと前出ますね。当たんない。もうその時やったの。じゃあ次おかわり行くねっていう勢いで行きます、ね、突前。本当それな、やめてほしいわ。さあ、どんどんお食べ。こいつもまた捕獲してくれるんだ。どこだろう、これ。基地から。場所は分かってるんですけど、当たんないんですよ。ああ、なるほど。ここちょっと怖いですかね、この位置。上か、上ですか。いや、多分、横かなぁ。ちょっと待ってくださいね。あ、いた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 。今見えました、見えました、見えました。今、ごっつんこしました、今。今目線と目線がごっつんこしましたね、完全に。おっしゃ、よし、全身全身全身。ちょっとごめんなさい、あのスナック食いますね。オッケー、体力回復。オッケー、ゆっくり行きましょう。ここから狙う感じだとちょっと、まだ多分。よし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 、ラシコフスキーを回収。あれ、あ、置いてきてちゃ、早く来い、ラシコフスキー、早く。もう2人目来てやがる、早いな。あ、落ちましたね。オッケー。なんかぼちぼち着陸の準備よろしく。そろそろ早く来い。とりあえず飛行場中に転ぶ。ないで早く来てくれよ。ね、ウカ君とクロクロさん、多分ね、今ちょっと連れて行ってます。了解。ウカ君とクロクロさん、警察の装甲車あると思うんですよ、でかい黒い、でかいやつ。あれ乗ってくれば、そうそうそう、多分ほぼ確実に安心で来れると思うんで。奪いましょうか、なんとか。ちょっと来てください。いや、多分ね、一台入り口の近くに止まってんのがあるんだ。それ入り口の近く取っちゃでいい。もう一つ動きだ。しゃ。あれか、あれか。見えた見えた見えた。これですね、これ。これ？よいしょ。これが装甲車ですね。じゃあ乗ってください、後ろ。了解。後ろからの射撃は任せましたよ。いや、もう後ろは完全にあのドア閉め切っちゃってる。ほい。じゃないとダメージがえぐいから。なるほど。おー、はい。じゃあお先へちょっと逃げます、これは。はい、お願いします。よし。オッケー。レイ君、ぼちぼちよろしく。はい。バラムどこだ？普通に手配ついたまんまなんですけど。いや、いいです。それが、それが両方。ベラム。じゃあ、レイリングで。ごめんなさい、あのマップで、あのベラムどこにあるかちょっとマーカーを押してもらっていいですか。飛行場、飛行場、今飛行場、飛行場、あれか、あー、見えた見えた見えた。もう待ってっから。わかりました、わかりました。あー、ナイスです、助かりました。よいしょ。急いで我々この後、あの飛行機乗るんで、さっき奪った一番最初に。レグ、あの、はい、向き変えて、向き変えて、向き変えて、そのまま。
相棒、援護を頼んだ。走行者注意。これで飛行機乗ってんだからね、援護できるわけないだろ。あっぶね。あ、じゃあ本田さんお任せします。ちょっとここは今やってる、今やってる、今やってる。あ、やばいやばいやばい、ラシコスキーがやられる。じゃあちょっと、え、どうですか。早く乗れ、ほら早くラシコフスキー乗って、俺死んじゃう。よしよし、さあじゃあ相棒頼んだ。あとはオッケー、ここからは相棒の仕事だ。任せたよ。そっちはプロヒョウガさん、一人称してみて隣見てください。そう、そんな冷たい目で見なくても、今すごい目でこっち見てましたよ今。なんだこいつはと言わんばかりの視線を浴びせられたんですけど。ホーさん、すいません、ヘリに張り付かれてるんでやれます。どこだ。おう、オッケー、落とした。ナイス。あとはそのままコード上げながら、あの上に逃げていっちゃっていい。了解です。結構ね、高い位置にあるから。ちょっと話どうにでもなるからいいんだけど。あ、大変だった。いやー、よく生き残りましたよね、本当に。我ながら、君ら安心するのはまだ早いからね。このあとパラシュートが待ってるからね、君ら。出たー。でもパラシュートは俺最悪海に降りれば安全なんで、ダメージ死ぬよ。あ、死ぬんだ。だから徹底的に減速して海にポチャっていう感じで。パラシュート開いてればなんとかなるだろうけど。そっか、バツで開くんでしたっけ。バツですね、はい。バツで開いてみたいな感じで。もう大丈夫でしょ、そっち。限界行動、限界行動、失速。めちゃくちゃ結構高い位置あったような気がしたんだよな。お、逃げ切った。ラシコフスキーを降下地点まで送れ。降下地点どこや。だいぶ高度上げたぞ。上げすぎな気もするけど。私はちょっと下で待ってよ。まだまだ先の方だったな。うん、ここら辺か。どこだ、なんか出るもんね。出るはずなんだよね。見当たらぬ。あった、下にあったわ。あ、ビーチで合流しろ。お、ってことは、お、来た。さあ、我々は脱出だ、こっから。イヤホー、行くぜ、イヤホー。いやーよいしょー。あれ、俺早かった？少し。どこ？ビーチだからあそこか。多分。いや、ふっふふい。あれ、みんなまだパラシュート開いてない感じかな？あ、あんな下に、あれ？早い。俺、遊覧飛行なんてやってる余裕なかったわ。どこ行けばいいですかね？黄色いマーカーのついてる方向に向かっていけば。なるほど。最悪死ななければどうにでも。最悪死ななければどうにでもってのは確かに。そうだね。よいしょ。よし、俺このまま黄色のとこにぴったり着陸するんだ。どうだ。よいしょ、いいんじゃない。はい、全員そこ離れてね。はい、ホームラさんが迎えに行きます。なんでビーチの真ん中の方行ったんだよ、端に寄るよ。え、ここ真ん中じゃなかった。あれ、ここは、あれ、だ、え。おお、来た。さあ、これにて近づくだってばっか、危ねえ。怒られた、怒られた。お前、ちゃんと俺が着陸するまで止まってろよ。あれ、不意に動いたらどうすんだよ。もう後ろのローターに確実に巻き込まれて、あの世行ってたぞ。すいません。最後の最後で散々怒られる。いいじゃないですか、クリアしたんだから。これで、いや、お前最後巻き込まれてたらお前全て、まあ、が台無し。僕は先般ですね。
言わずもがな、うん、言わずもがな、その瞬、それで死ぬとかマジでねえからな。まあそしたらそれこそごめんちゃいっていう感じで、はい、ということでクリアー、強制的にあんたパイロットにさせるから、やったよっしゃー、クリアー、強盗コンプリート、来いプラチナー、なんでこれもうはっきり言ってよ、なんでなんでめっちゃクロピアさん、今すごい俺疑問を投げかけられたんですよ、不満げ、まあ、はっきり言ってホーラさんと僕に関してはほぼほぼやることないんで、まあそんなに取れるわけがない、でもそれでも私ゴールドなんだよな。まあ相当戦闘機を落としましたからね。何機落とした俺合計で。2桁いってそうな気するんだけど。多分2桁いってましたね。クリアおめです。確かよ。でその後はみんなで、みんなで乾杯、乾杯、最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。